回してる？うわすごい。あ、お世話です。こんにちは。日本人です。お世話です。すごい。先日はあの会社の方はご覧になってないですもんね。会社に飾らせていただいてます。あ、あれってあの銅の鋳物ですか？あ、そうですそうですそうです。あ、よくわかりましたね。石川県。あ、そうですそうです。行って、あ、富山だっけな。富山まで行って、鋳物職人の方に作っていただいたんですよ。ちょっとこうあのやっぱり技術者的には表面のなんか綺麗。あそこ見るんですね。見つきになっちゃって。これが来月。来月というか、あ、お世話になります。以上です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、工場長。お疲れ様です。サッカー見に行った。あ、すごい。これが飛ぶんですか。はい。これが、まあ、この春にマスクしていきます。ここにエタノールが入って、はい、そっちの中には液体酸素が入ります。へーすげー。ちょっとまだエンジンは入やばい。この胴体の部分の厚さ2ミリもないぐらい FRP そんなんで大丈夫なんですか？これぐらいあれば大丈夫かなと思ってます。前回はちょっとここがもっと薄かったんですよ。1ミリなかったんですよ。はい。でちょっとここがもしかしたら前回、飛行中だというか途中でちょっと止まってしまったかなと思ってまして、そこをちょっと強化してそれでも2ミリないです。我々の感覚としては2ミリないんですけど、かなり分厚いなっていう。なるほど。それぐらい軽量化したいというところです。あー、すげー、超すげー。打ち上げの時にはもうここが丸ごとこの油圧のジャッキでバーンと持ち上がって、はい、あのそこにあるペッパーがバーンと地面につけて地面垂直に機体が立ち上がる。これどこ飛ばすところが何かほど離れてる？飛ばすところがすぐそこ。すぐそこなんですか？はい。ちょっとじゃあそちらもご案内。あ、いいっすか。はい。足元。海に落ちるんですか？はい、海に向かって飛ばして海に落ちる。あれ、これ映像で見たところかな？おそらく。そうっすよね。はい。ここからガーッと出して、はい、フォークリフトやばい。あ、じゃあここに皆さん集まってたんですか？そうです。あの時。はい、そうです。あの映像むっちゃ素敵でしたね。めっちゃいい顔されてましたもんね。ここで飛ばす。ここにこうあれを持って、ああ、はい、ここで飛ばしてたんだ。ここがもうまさに、ね、あそこ飛ばしたんです。一応ちょっとしたピラミッドでその炎を横に逃がそうと。あ、そういうことですね。しまっとしたの。聞くか聞かないか分かんないないよりあった方がいいよねってことで。結構そういうぐらいの感じなんで。結構そういうとこあまああった方がいいんじゃないのみたいな感じですか？あった方がいいんじゃないっていうところもいいです。でこの先がもう、まあ、そのまま海になっていて、50キロの沖合に、その時はもう、はい、なんですか、もう秒とかを全部止めちゃうんですか？まあ、ちょっとお願いをして、なるほどなるほど、ちょっと調整しながらですね、はい、でもこういうのいいっすよね。これまあこれこっちがあったら多分散るんじゃないみたいなことですね。そういうのも本当に手探りってことですよね、はい、そうですね。もうあの国の大きな設備とかだともうがっぱり掘り抜いて、なるほど、外に出したりするんですけど、まあ、ちょっと規模も違うっていうのもありますけども、最初にロケットが飛んだ時はこれぐらいだったんです。あ、そうだからこれでいいんじゃないかな。使命がすごい素敵だったなと思ったのが、とにかくもう前に進んでるっていう、そうやって一回飛ばして飛ばしてもうデータ取って、はい、あ、じゃあこうじゃなかったらじゃあ次こうしようっていう、その繰り返しってことですよね。そうです。それが素敵だよな。やっぱそこをこうどれぐらいその飛ばして試してっていうのをどれぐらいの速さで回せるか、はい、そのサイクルを回せるかっていうところがやっぱり肝になってます。あれ一機作るのにどれぐらい時間があるんですか？一機作るのに設計とか含めるとやっぱり1年とかぐらいになっちゃいますけど、はい、設計固まってじゃあ実際物作り始めようねってからは2ヶ月とか3ヶ月、はい、あ、でもそれぐらいできるんですか？そうですね。へー、毎日進化